札幌市豊平区にある北海道でも屈指の観光名所、札幌羊ヶ丘展望台。1959年に観光施設としてオープンしました。ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けの有名な言葉を残したクラーク博士の銅像は、1976年に彼の功績を称え建設されました。それにちなみ、皆さんの大志の誓いを1枚100円で保存しています。今の誓いを書き込み、数年後にそれともう一度対面するというのもいいかもしれませんね。その他にもクラークチャペル、札幌雪まつり資料館、北海道日本ハムファイターズ誕生記念碑、足湯などがあります。大自然と札幌の歴史などに触れることができます。都会の中にある牧歌的な場所、札幌羊ヶ丘展望台。一度は足を運んでおきたいところです。